野球におけるスイッチヒッターは左右両方の打席でバッティングを行う選手を指す。ボクシングで右構えと左構えの両方で自在に戦える選手もスイッチヒッターと呼ばれることがある。野球では投手の利き腕に対し反対側の打席に立つ方がピッチャーのリリースポイントが見やすい。カーブやスライダーなどの外に大きく逃げる変化球が来ない。 ピッチャーのすっぽ抜けたボールが体に向かってこないため恐怖感を感じにくいなどの理由で有利である。このためスイッチヒッターは一般的には相手が右投手の場合は左打席に左投手の場合は右打席に立つ。このことは野球の黎明期から知られておりアメリカでは左右両打席で打つ試みも19世紀の頃から行われていた。 最初のスイッチヒッターは1871年から1874年にかけてニューヨークミューチュアルズなどでプレーしたボブ・ファーガソンに遡る。相手が右投手の時は左打者中心、左投手の時は右打者中心の打線を組むプラトーンシステムを積極的に取り入れるチームが増えて以降、限られた人数のベンチ入り選手を有効活用するためにスイッチヒッターが、 商用されるようになり、出場機会を増やすために転向する選手が徐々に増えていった。さらに、50年代から60年代にスイッチヒッターの強打者ミッキーマントルがヤンキースのスター選手として活躍した影響から、それ以降はパワーヒッターでもスイッチヒッターに転向する選手も出てきた。1940年代から徐々に増えていったスイッチヒッターは、 1990年代前半には、メジャーリーグ全選手中で20%近くに達したが、その後は減少傾向にある。日本でスイッチヒッターの存在を広く知らしめたのは、元巨人の柴田勲だと言われている。柴田の総力、打力、野球センスに惚れ込んでいた、当時の巨人の川上監督が、ドジャース戦法と言われる、機動力や小技を重視する野球を目指しており、 ドジャースのスイッチヒッターもオリーウィルスのような核弾頭にふさわしい男と考えたことからスイッチヒッターに転向させたと言われている。その影響もあり、70年代から徐々にスイッチヒッターは増えていったが、日本の場合、足が速く長打力のない右打ちの選手が一塁に近いなどの理由で出塁に有利とされる左打ちをするためスイッチヒッターに転向するケースが多く、 パワーヒッターがスイッチヒッターに挑戦するケースはあまり多くない。日本でもアメリカと同じく80年代から90年代前半に増えたスイッチヒッターは減少傾向にあり2018年8月時点では育成枠を含めた現役選手中わずか2%の21人のみである。ルール上は1打席の途中で左右を変えることもできる。日本プロ野球では 柿野元のミノルが1963年8月28日の大半進戦の第一打席で1球ごとに打席を変え、6球目に三振したという例がある。ただし、柿野元のは通常は右打ちの選手であり、スイッチヒッターではない。なお、柿野元のの例にもあるように、登録している打席と反対の打席に立つことは、ルール上問題ない。過去には、 対戦投手との兼ね合いで本来と違う打席に立つ場合やシーズン中にスイッチヒッターに転向した場合などがある。スイッチヒッターは左右両方で打撃を行うためバットスイングによる体の歪みが悪化しにくくスポーツ障害を起こしにくいと言われている。そのため最近では本来の打席と反対の打席で打撃練習をすることがよく行われるようになっている。現役選手 編集引退選手。編集スイッチヒッターのシーズン最高記録。編集スイッチヒッターのタイトル獲得者。編集現役選手。編集元スイッチヒッターの現役選手引退選手。編集スイッチヒッターのシーズン最高記録。編集スイッチヒッターのタイトル獲得者。編集現役選手。編集引退選手。編集スイッチヒッターのタイトル獲得者。編集現役選手。編集。 ありがとうございます。